はい、皆さんお待たせいたしました。今回はスーツ旅行チャンネルで皆さんから募集したクイズです。で、ただ今回ちょっと冒頭でですね、かなり多くを採用させていただいたんですが、不採用になったものの例をいくつか最初に紹介しておきます。まず、鉄道に関する性質の強すぎるものについては今回は旅行チャンネルにおいては不適切ということで、ちょっと外させていただきました。まあ、今度交通チャンネルでもこういう募集やろうと思ってますんで、よろしければそれについて、また使い回していただいても構いません。それから募集の形式やり方を前回の動画で皆さんにお知らせしましたが、そのやり方に背いていないものにつきましては、すみません、ちょっと除外させていただきました。ちょっとそれは選定の関係でね、いろいろと都合が、どうしても悪くなってしまうので、外させていただきました。ぜひ応募要項を今一度ご確認ください。それでは早速いきます。第1問、これはいつどこで撮られた写真でしょう。正直わからんけど、山口県の秋吉台じゃないかな。なんか生えてる植物がね、毎年冬の時期になると焼かれるんですけど、だから冬に山口県の秋吉台と予想します。さあ正解は3月、あ違った、阿蘇だったわ。3月の阿蘇の写真、2月から4月もか、まあ大体冬ぐらいというのは、まあ、なんとなく当たってたかな。九十連山で阿蘇にあります。九州本島の最高峰が九十連山でしたっけ。毎年2月後半から3月にかけて野焼きが行われます。野焼きは草原を焼くことによってダニなど人畜に有害な虫を駆除し、優雅な飼料となる新しい草を育てるために行われます。野焼きが行われた2月から4月であることが写真にある草の色などを考えると分かります。やっぱ野焼きした後なんだなっていうのは私も見て分かりましたけど、私のね知ってる野焼きは北海道新幹線開業した2016年3月26日にですね、新幹線乗せたら右側見て渡良瀬遊水地、旅行チャンネルでも紹介しましたけどね、見たらなんか黒煙が上がってて横に座ってた人とね、あれやばくないですかとか言って話してたんですけど、そういうのを見たことありますけどね、あれ面白かった。はい、じゃあ次、この鹿と出会えるのはどこでしょうか。これは厳島ですね、広島県、秋の宮島。鹿といえば七公園が有名ですが、宮島にも数多くの鹿が住んでいます。綺麗な、ね、瀬戸内海の南からの日差しを浴びる、その海とですね、それから鹿ということで、海が綺麗だったんで、あこれは観光する時間にも真っ昼間にこんな灯籠も立ってて鹿がいて、まあこれはどう考えても観光客がいることから考えても宮島しかないなということが、私も見て分かりました。鹿は泳ぐことが得意で、自らの力で宮島に渡り、人が住む前よりも生息しているとも言われています。そうらしいですね。宮島の鹿は餌やりが禁止されています。奈良は、ね、いくらでもやれるんですけど、そうなんです、知らなかった。まあやったことないですけど、人間に餌をもらいながら共存してきた鹿は自らの力で飼料を確保できなくなってしまいました。そこで人間に慣れ親しんだ鹿を野生に返すために、あなるほど、結構な荒療治をしてるんですね、宮島の鹿は。でもその割にはね、宮島の鹿って人間をこうバクーとかしない、結構品がいい印象がありますけどね。まあ逆にその方がやっぱもともと人間と動物ではそんな干渉しないもんですからね。はい、次行きましょう。日本国内で一番長い川は信濃川ですが、一番短い川は何川でしょう。法で指定されている河川、そう河川法っていうのがありますからね。正直全然わからないんですけど、大阪に日本で一番低い山とかありましたね。それしか知らん。ブツブツ川、あ大阪と割と近かった。和歌山県にある二級河川、空気の泡がブツブツと出てくる様子から名前がついたと言われる。全長は 13.5m しかない。これいいですね、なんか動画のネタとしていけそうだな。ぜひ覚えておこうと思います、ブツブツ川ね。ありがとうございました。はい、続きまして、クルーズトレイン四季島のコースにも組み込まれている宮城県にある鳴子温泉郷、その鳴子温泉郷の中には多くの温泉地があります。では鳴子温泉郷にある温泉地はいくつ。何々温泉のような言い方のこと、私が知ってるのはね、鳴子温泉はね複数あるんですよ。2つではない、245という選択肢がありますけど、鳴子温泉と東鳴子温泉と、あと何かあるんですよ。4か5か分かんないけど、なんか昔勉強してましたね。全部昔覚えた時期もあった。4つだったんじゃないかな。さあ、正解を見てみましょう。これ結構難しいぞ。地元観光地、鳴子温泉郷は5つですね。鳴子川旅って読むんでしたっけ、これ。東鳴子、中山平、鬼神戸だったかな。そうだ、これ勉強した。昔ね、国内旅行業務取扱い管理者っていう資格を私、受験しまして、まあ、資格は一発で取ったんですけど、その時に覚えたわ、これ全部。鳴子温泉は行ったことあります。で、東鳴子温泉の最寄り駅の鳴子御殿湯っていうところに行ったこともあるんですけど、東鳴子温泉自体行ったことない。滝の湯って言ったかな、300円で入れるね、真っ白なお湯が鳴子温泉行ったら間違いないと思われるようなところでございます。じゃあ次、ここはどこでしょう。現存する日本最古の駅舎、まあこれは観光地としていいでしょうね。これはね、長浜駅ですね。滋賀県の米原のちょっと北、今北陸本線の長浜ですけど、昔はそこから東海道線がなかったっていうことで、
そうですね、明治22年開業の北陸本線旧長浜駅舎は現存する日本最古の駅舎として鉄道記念物に指定されています。観光地としても、ね、有名ですがこれは、現在は長浜鉄道スクエアとして北陸線の歴史蒸気機関車が展示されていますと書いてあります。今の長浜駅舎は初代のデザインを用いそうなんですか。昔はね、この長浜から、京都の手前の大津までですね、大津だったかな、どっかもっと手前だったかもしれないけど、船に乗って琵琶湖をね、東海道線の代わりに乗って移動するってことをしたようですよ。次。福岡県にある坂本八幡宮はあることがきっかけで、昨年福岡の人気観光地として急上昇したきっかけは何か。正直覚えてないんですけど、確かこれ令和関連で、なんか、令和っていうものがなんかあるんじゃなかったかな、なんか元号関連だったような記憶あるんですよね、坂本八幡宮。あ、そうそうそう、令和ゆかりの地とされているから、これ正解ってことでいいですかね。今ね3問正解してますわ。大友の旅人の邸宅の跡地とされる坂本八幡宮、これ読み方合ってますかね。あ、そうそうそうだ、令和の出典は万葉集に収録されている、梅花の歌の、これ序であるっていいのかな。あ、なるほどなるほど、令和という歌、令和の元ネタが、ここで作られたっていうことで有名なんですね。この間福岡行った時に行きゃよかったな、なんで行かなかったのバカでしたね。次。ある戦国大名の館跡と復元された城下町です。何県にあるでしょうか。これ一条谷の朝倉孝景の朝倉氏の史跡なんじゃないですか。確かね、恐竜博物館とか福井県にありますけど、あれとセットで行くようなところだったと思います。高校の時にね、見に行こうかなと思ったけど金なさすぎてやめたんですよね。天原市海岸にその時は行きまして、まだ行ってない。正解は福井県、正解だ。福井市の一条谷にある戦国大名朝倉氏の遺跡です。大規模な遺跡群でつぶさに見て回ると半日かかります。そうそう、なんか結構面白いらしい。鉄道での訪問も可能で、越美北線一条谷駅から徒歩30分ぐらいです。今年正月に放映された NHK 最強の城スペシャルで第1位になりました。3年前初めて訪れた時はこれだけ素晴らしい遺跡が我々関東の人間にはほとんど知られていないことが不思議でした。そう、なんかこれ相当すごいらしいですよ、一条谷史跡って。ごめんなさい、私も行ったことないんですけどね。でも前々から本当に興味があるところなので見りゃ分かりましたね。はい、次。毎年8月16日に京都市で開催される五山の送り火で点火される餅等の故障、あーこれなんだっけな、なんかすごい確か複雑な漢字がずらずら並ぶ名前だったんじゃないかな、全然わからん。大文字、左大文字、あーそういう感じか、妙法船形、鳥居形っていうのかな、それぞれ別の山で点火されるが、232時ではなく131時として扱われる。20時より火がつけられ、大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形、ちょっと分かんないですけどの順で、あ、こんなにいっぱい大文字ってあるんですか。なんか京大にね泊まってた時に、京大の吉田キャンパスで今でもねその脇に吉田寮ってのあって泊まれるんですけども、1泊200円とかで、まあこれは事実として別に問題ないと思います。あまり綺麗なところではないんですが、泊まれるんですけど、裏手のね、吉田神社に登っていくと大って書いたね山が見えるんですよ。で大文字は私は本当に見たことはありませんけど、いつか見たいなと思ってます。これちょっと予定調べて京都にもうちょっと詳しくならないといけないな。この池の名称は、これ奈良公園の脇のあれだよね、興福寺の脇のじゃないですか、多分そうじゃないかと思うんですよね。ここの脇のすぐ脇の、ユースホステルみたいなやつ泊まったことありますけど、でもそれしか分からんな。ちょっと見てみましょう。猿沢池、やっぱそうだ、奈良公園にある池、周囲は 360m。 ちょっと全然知りませんでしたけど、奈良公園にあるということは分かりました。景色には見覚えがありますね。次行きましょう。ここはどこでしょう。あ、これは加茂水族館でしたっけ。新潟県の鶴岡市にある水族館で、確かめちゃくちゃ入館料が高いんじゃなかったかな。トランスイート四季島号が、観光のコースに組み込むということで知られていたんですけども、まあ、残念ながらね私も行く予定だったんですが、 JR 東日本の豪華列車に乗った時に、地震が発生しまして、鉄道を運行することができないということになって、列車のルートが急遽変わってしまったので、残念ながら乗ることが行くことができなかったところでした。相当人気らしいですよ。加茂水族館だったと思うんですよね。正解、鶴岡市立加茂水族館、やっぱそうだ。まあこれは鶴岡市立抜けてたけど正解ってことでいいでしょう。加茂水族館は鶴岡市にある日本海に面した水族館です。飛行機で庄内空港から、庄内空港から20分で行けるんですか。あ、いいですね。そんな便利なところに庄内空港って、そうなんだ。2014年にリニューアルしました。そうそうそう。2014年ってね、JR 東日本の観光キャンペーンで山形日和ってのやっててね。で、私も行ったんですよ、庄内地方。で、羽黒山五重塔とかね、見に行きましたけど、加茂水族館はちょっと金が高すぎてね、全く手が出なかったのを覚えてます。あれ2014年の夏だったな。クラゲが有名、愛称はクラゲドリーム館と書いてあります。はい、じゃあ次、行きましょう。
日本で唯一空気そのものが御神体である空気神社があるのはどこの都道府県でしょう。全然知らないけど、何そんな空気神社なんてあるんですか。ちょっと見ましょう。山形県、あ、山形県、これ朝日町、これどこなんだって、西村山郡って書いてあるか。そんなのあるんだ。ちょっとそれ以外のことはちょっとここには書いてないみたいなんですけど、空気とそれを生み出す自然に感謝するシンボルとして創建された。まあ、確かに空気があるということに関してもね、感謝してもいいんじゃないのかなという気はしますよね。それがなかったら生きられませんので、ありえない発想じゃないけど、これ日本で唯一だそうですね。水の神社ならありそう。出た。この画像は日本のとある市町村のカントリーサインです。どこの市町村のものでしょうかって書いてある。これはね、北海道新幹線が手前でしょ。で、奥が、トラピスト修道院ですね。男性専用の修道院。ですからこれは新函館北斗駅と、それから、旧上磯町にありました、大島東別駅の近くのトラピストなんで、今は合併しまして北海道大島管内北斗市ということになっているはずです。これは北斗のやつでしょうね。ちょっとですね、そうですね、描かれているのは市内を通る北海道新幹線の JR 北海道1号系新幹線と、日本で初めての男子修道院であるトラピスト修道院である。トラピスト修道院行きたいと思ってまだ1回も行ったことないですけどね。修道士たちが作るトラピストクッキーは絶品だ。あ、そうだったんですか。それ知らない。このカントリーサイン、以前は1号系ではなく架空のデザインの列車が描かれていたが、新幹線開業20年を機に変更された。あ、それはいいですね。おめでとうございます。あの北斗市ってのはなんか変わったところでね、私のイメージでは、ここが函館なんですよ。で、函館の周りをこういうふうに取り囲んでるのが北斗というイメージですね。あの北斗市で、もともとこちらは大野だったかな、多分大野だったと思う。大町じゃない、大野で、こちらが、上磯だったと思うんですけど、北海道新幹線はこの函館までは来ないで、こっちからですね、こういうふうにこう来て、でここが終点なんですね。でここから、函館市内まで15分ぐらいだったかな、函館ライナーという列車に乗ってさらに移動するという構造になっています。よいしょ。新函館北斗っていう名前もね、この北斗市を名前をもっと有名にしたいということで、地元北斗の人たちが頑張って駅名に組み込まれたのだと聞いております。続きまして、日本三名園ではないのは次のうちどれでしょう。あ、ってことは三名園が分かれば答えられるんだな。1番は兼六園じゃないですか。2番はちょっと自信ないよ。伊勢神宮じゃないのこれ、違うかな。3番偕楽園にはこんなとこなかったな。後楽園、でも後楽園はねちょっと高い山があるんで、3番は多分岡山の後楽園だと思うんですよ。毎年鶴が飛んだりとかね、お城が綺麗なとか。4番はこれは偕楽園から見た千箱でしょうね。奥の千箱は多分偕楽園の中という扱いにはなってでなかったのかな、なってたかな。なんか日本で一番広い公園だったかと思うんで、まあ、2番だと思うんですけど、下になんか書いてある。よければどれがどの場所かも当ててみてください。ダミーの場所は難しいと思います。2番って伊勢神宮の内宮のとこじゃないですかね。ちょっと見てみよう。回答、正解は2。あ、これは正解しましたね。この写真は東大寺南大門を出て大仏殿に向かう途中にある庭です。下の画像の青の丸で囲んだ部分が大仏殿の廊下の壁ですって書いてある。大仏殿の廊下の壁、全然記憶にない。全然全くわからん。あ、そうか。へえ。いや、ありがとうございます。しかし、全く東大寺の大仏殿は何回も3回ぐらい行ったことありますけど、何も覚えていないな。それはなんか、やったなぁ。いや、全く覚えてないわ。はい、次。写真正面の山の名前を答えよ。これはまずどの町であるかがわからないといけないわけですが、こいつ難しいな。この難しい問題選んだのか。これ、あ、でも待てよ、なんか見覚えあんな、この山。多分うちの動画出てると思うんですよね。なんだこれ。ダメだ、わからない。答えいこう。赤城山。あ、そうだ、赤城山。そう。上越線とかですね、乗ってると見えるんですけど、これ上越線から見た赤城山じゃないですか。桐生から見た方だった。撮影されたものです。赤城山は群馬県のほぼ中央に位置する山で、太平洋プレートがオホーツクプレートに沈み込んでできた、陶溝型火山っていうのかな。なんか言われてみれば確かに赤城山でしたね。行きたいと思ってるんですけど、ね、まだ一回も行ったことない。多分すごい景色のいいところなんじゃないかなと思って、群馬のね山とかいろいろ登りたいんですけどね。はい、問題。ここは江戸時代の俳人である、松尾芭蕉が奥の細道で訪れた地の一つです。この景勝地がある寺院の名称を答えなさい。これは立石寺ですね。山寺、正解なんじゃないですか。あ、違った、違うわ。なた寺だった。なた寺行ったことないんですよ。そう、小松にある高野山真言宗の寺院、2017年に開創1300年を迎えた由緒あるお寺で、白山を開山したとされる隊長がなた寺を開創したとされる。あ、なた寺なんか結構いいところだって聞いたことあるんですけど、あ、そうなんですね。
なんか小松だったと思うんですけど、あの辺ってなんかすごいくだらないって言ったらないんですけど、なんかね、バカげた面白いお寺みたいなのもある。なんかそれもイメージなんですが、あ、そう、ナタ寺も行かなきゃな。石川県を有名する古説ですね。続きまして、以下の写真は各温泉地の代表的な風景です。福岡空港から出発した場合、各温泉地の最寄りの空港までのマイル数が少ない順に1から3を並び替えてください。マイル数か、ちょ、マイル数は分かんないけど、距離で行ってみますかね。JAL 発表のものを利用しますって書いてある。面白そうだな。要は福岡から遠い順で選べばいいんですね。1番は指宿温泉、鹿児島県ですね。私も行ったことあるわ、砂蒸し湯。次こちらなんだ、これ東来温泉露天足浴場って書いてあるけど、これハングル書いてあるから日本じゃないですね。ちょっとどこか分かんないけど、まあどうなんだろう。まあ韓国の真ん中ら辺としておきますかね。3番は道後温泉でしょ。まず鹿児島とそれから松山だったらば、たまあ3のが近いと思うんですよね。321でいきますか。どうかな。132、あ、全然違った。あ、指宿の方が近いんですね。松山よりも鹿児島の方が近いんだ。いや、私福岡からね、松山ってなんか近いイメージがあったんですけど、意外とそうでもなかったですわ。じゃあ鹿児島空港、それに続いて松山で、あ、なるほど。釜山、あ、釜山って福岡から鹿児島よりも福岡から釜山の方が遠いんですね。へえ。大浴場でアイスを販売しており、この場で食べられる。そのこの3空港は福岡からでは15キロほどしか距離の差がない。こんなめっちゃ難しい問題来たな。本当だ、ほとんどマイル一緒だった。でも、あ、じゃあまあ逆に言うと、釜山と鹿児島と松山はどれも福岡から同じぐらいの距離だってことですね。これ面白いですね。勉強になりました。絶対正解できなかったけど。次、旅行クイズ。ここはどこでしょう。これね、宮崎県の都井岬じゃないかな。行ったことないんですけど、一度行きたいなと思ったところでね、高校の時に例によって旅行の勉強で、これ覚えましたよ。写真見たことない。あ、やっぱ都井岬だって。行きたいと思ったんですね。こんないいとこなんだな。ちょうど今の時期なんかいいでしょうね。緑が茂ってね、行きたかったけど、まあ、ちょっと残念だな。野生の、これなんだ、オサキウマっていうものかな。そう、野生馬がいるんですよ、ここはね。生息することで知られ、国の天然記念物に指定されている。この野生馬は江戸時代に高鍋藩が軍用馬飼育のため放牧を始めたものが後に半野生化したものである。スーツ VS 動物シリーズとして訪れてみるもないかがでしょうか。お前何やってんだとか言って馬にやったら、なんか馬にバコーンとかやらないかなと思うんですけど、結構なんか馬は優しいらしいとか聞きました。まあ実際は確認しないとちょっと分かりません。続きまして、次の5枚の写真のうち九州地方ではない風景はどれでしょう。難しいなぁ。A はね、行こうと思ってこの間日本一周で中止した多分島原城だと思います。で、 B はこれはね、久留米駅ですね。九州新幹線の駅を出たすぐのところ。これ D はもうこの山となんか古い駅があって、この九州感はすごいけど、どこだかわからんな。九州だと思うんですけどね、全くわからない。なんか左下にでもなんか九州っぽい駅名表があるな。駅名表は読めないようになってますけどね。右は桜島じゃないですか。D のこの駅名表のデザイン、これ九州だと思うんですけどね。この C のこの人のこれを見た感じでは、これ九州ってキリシタン大名の方が昔から多かったんでね。C かなという気もするんですけど、このラーメンとか拡大してもわからん。まあここは、まあ、D はちょっと大きなヒントなんで、あと駅の構造がなんか九州っぽいから C で行こうと思うんですよね。これだ。あ、違った。長浜城だった。C、ザビエル城、大分駅前に、あ、大分駅前にこんなのあったの全然知らなかった。C は、あ、正木駅か。あ、そりゃここ行ったな。で、A の長浜城は、あ、そう、こういうのがあるんだ。知らなかった。勉強しておきました。他は久留米と、それから桜島。まあ、それは当たってますね。じゃあ次行きましょう。ホテルで使われる以下の3つの、用語の意味を答えよ。ウォークイン、ノーショー、UG。まずですね、2番は分かります。ノーショーというのは、要は、無断キャンセルのことですね。これは多分いろいろなところで、飛行機でもノーショーっていうし、それから募集型企画旅行、ツアー旅行でもノーショーっていう言葉あるんじゃないかな。結構旅行関連ではよく言う言葉ですが、他はね、分からないと言いたいことなんですけど、なんとなくね、聞いたこと、ウォークインっていうのは多分予約しないで、その、窓口というか、あれにこう来る人のことだと思うんですよ。私もよくやりますけどね。つまり今日は全然何も予約しないんですけど、空いてますか？はい、分かりました。今お調べいたします。カタカタカタ。今ですね、1泊4700円からでしたらご用意ございますが、みたいな。こういうのは多分これのことだと思う。UG ってのはアップグレードじゃないですか。多分ね、何も頼んでないのに勝手にアップグレードされてることあるんですよね。本日空いておりますので、2名様分のお部屋ご用意いたしました。よろしいでしょうか、みたいな。ああ、どうもありがとうございます。とか言ってね、ツインベッドになってるみたいな場合結構ありますね。じゃあ回答いきましょう。
解説1番、これはウォークインですね。事前に予約、空室確認などの連絡をしないで当日ホテルに直接行き、宿泊の希望を申し出ること。あ、やっぱ暑いわ。2番、ノーショー、予約したにもかかわらずキャンセルなどの連絡をしないで無断で宿泊をしないこと。やっぱそうですね、これはやっちゃいけないやつですよね、ノーショー。まあ飛行機の場合はある程度はしょうがないということになってるらしいんですけど、まあそれでもちゃんと連絡をしとくに越したことはないようです。アップグレードじゃなさそうだな。 UG はアンデザイラボーゲストの略で、直訳すると好ましくない客、つまり料金を支払わなかったり、シングルの部屋で2人宿泊する、シングルの部屋で2人、あ、そうかそうか、あの本当は2人分のね、あのお金払わなきゃいけないのに、あのこう多分あれでしょ、シングルの金払ってそこにあのこうもう1人連れてきて勝手に泊まっちゃったとかね、騒音を起こすなどホテルにとって好ましくない言動がある客のことを指す言葉。要はあのブラックリストみたいな要注意人物ってことですか。あ、これ面白いですね。次の画像のうち日本三名教に含まれないものを記号で答えましょう。三名教と三奇教とあるんですよね。B は錦帯橋ですけど、これ三奇橋の中の一つだ。C、なんでしたっけ、これなんか見に行こうと思ったことあったんですけど、なんだか忘れてしまった。これ九州だったかな、どこだっけ、ちょっと後回し。A は長崎のメガネ橋ですが、これは三大がっかり名所ではなかったかなという気がするんですけど、まあ、どうだったかな。まあ、長崎のメガネ橋って普通に実際行ったら綺麗らしいんですけど、がっかり名所って言われたことはありましたね。錦帯橋もでも三奇橋だけど、まあこれ A か B かっつったら A だと思うんですけどね、どうでしょうか。C でした。あ、違った。 A は眼鏡橋、 B は錦帯橋、 D は日本橋です。日本橋について何も言いませんでしたけど、まあ三名橋の中に日本橋が入るのは当然と思うんで、何もコメントするの忘れてました。西田橋、これかっこいい 橋だと思いますけどね。かつて鹿児島市の市街を流れる、これを読めない、高凸川にかかっていた五橋の石橋の一つで、県指定有形文化財に指定、現在石橋記念公園に、移設されています。あ、移設されてるんだ。あ、集中豪雨により五橋のうち二橋が流、へえ、あ、そういうことや。九州ってね、あの集中豪雨の被害が随分多いんじゃないかなと思っていつも拝見しております。お、次の問題は、京都タワーはビルの上に乗ってるだけ、丸オアバツ。乗ってるだけってことはないと思うんですけど、京都タワーってなんか下に温泉とかあるんですよね。え、京都タワー、いや私ね、京都タワー行ったことあるんですけどね、なんかそんな構造だったような気もするな。なんか下の部分はなんか普通でしたよ確か。じゃあこれはいにしますか。はいじゃない、丸にしておきますか。正解は丸、地下3階、地上9階のビルの屋上がタワーの土台となっています。そうなんですね。構造も東京タワーなどと違い、鉄筋を使用せずモノコック構造。そうそう、あの完全にあの鉄筋とか使わない単独の塔としては京都タワーが日本一高いそうですね。阪神大震災などの地震にも耐えています。これはすごい、あの京都で一番高い建物で高さ100メートルということでした。続きまして、どこから撮影した写真でしょうか。これは東京の景色ですけど、左奥にスカイツリー、右側に、東京タワーで、まあ、東京の本当のですね、都心部からちょっと外れて皇居の反対側です。だからまあ新宿、渋谷、池袋側であるということがわかります。で、六本木からまっすぐ来てますんで、これね、あの六本木ヒルズのとか東京タワーの右の方からスーッとまっすぐ来るね、あの道があるじゃないですか。これ首都高5号だったかな、渋谷線なんですよ。これは東京都庁かなと思ったけど、渋谷でしょうね。渋谷ヒカリエとかかな。渋谷の高い建物って私ヒカリエしか知らないんですけど、どこから撮った写真でしょうか。回答、渋谷スカイ、屋外展望空間スカイステージより地上約230メートル。なんか違いそうだなこれ。ちょっとわかりませんね、これね。多分、でも、渋谷ヒカリエだったらそう書くだろうからな。間違ってたんだ。すみません。ありがとうございます。次、このダムの名称を答えよう。お、これいいヒントが出てますよ。左側に県、右側に群馬ちゃん。右側は群馬県だということがわかりましたけど、新潟と群馬の県境にダムはなかったと思うんです。でも、群馬県って県境がいっぱいあってね、正直これ見てもどこだかわかんないですけど、群馬と、福島の県境もあるし、長野の県境もあるし、新潟もあると。大内ダムってのがなんかあったような気がしましたけど、いやちょっと自信ないなこれは。あ、下久保ダム、埼玉県と群馬県の県境。埼玉と群馬の県境にダムがあるんですか、知らなかった。
利根川上流旧ダムのうちの一つで、直角に曲がる、堤体が特徴的なダムです。確かにおこう来てこうやって見る、こうなってるのね。よくよく見ると結構かっこいいですね、この下の部分ね。へえ、あ、これ面白いな。ダムマニアの間の人気はもちろんのこと、仮面ライダー等の特撮のロケ地として使われることも多く、聖地としての人気もあります。2019年台風19号接近時は事前放流、高めな操作によりいわゆる緊急放流の実施をギリギリ解放できたことは記憶に新しいです。へえ、なんかこのダムちょっと興味が湧いてきましたね。これね、知らないところをクイズを通じて知ることができるってのはすごく楽しいと思いますね。じゃあちょっと長くなってまいりましたので、次の問題で一旦今回は最後にしたいと思います。25分やってますからね。スーツさんの動画でも何回か取り上げられている神戸の観光地ハーバーランド、その中でも印象的な観覧車ですが、実はこの観覧車は震災後に他の場所から移設されたもので、震災前は違う場所にありました。あ、そうなんですか。もともとこの観覧車があった場所はどこでしょう。スーツさんはこの観覧車は阪神淡路大震災からの復興を願って平成7年に作られたそうですと言っていましたが、間違いです。あ、それ関係ないですか。すいません、それを なんでそういう発言をしたのかちょっと全く覚えてないんですけど、ちょっと間違いがあったんです、すいませんでした。ともかく、これ私の動画ですね。ぜひなんか問題で私の動画使っていただいて構わないんですけど、これ全然知らないんだけど、むしろ普通に勉強で知りたいなと思いますね。六甲アイランド、あ、六甲アイランドにあったんですか。かつてそこには AOIA というんですか、幻の巨大なプール施設がありましたが、震災で壊滅的な被害を受け、わずか2年半で閉鎖されてしまいます。で、その中にあった観覧車ワンダーホイールなどは、ハーバーランドに移設され、へえ、あ、そういう歴史があったんですね。あそこは結構ね、神戸のハーバーランドとか、モザイクとか、いろいろありますけども、あの辺に行くと阪神淡路大震災からの復興を感じさせるものとかね、当時の被害を思わせるようなものが今でも残されていまして、ぜひ一つ、見てみるべき場所かなと思います。神戸がかつて被災地であった時代がね、あそこで伺うことができるわけです。観覧車もそうだったとはね、それは知りませんでした。観覧車の移設ってどうやってやるんでしょうね、すごい興味ありますけれど、とりあえずこの動画はこの辺までとさせていただきます。どうもご視聴誠にありがとうございました。まだですね、相当数のクイズをいただいておりまして、多分全体で5分の1ぐらいかなと思います。だからまあ4割という感じで、別に絶対これで最後ってことはないんですけど、まあ、一応この辺で旅行チャンネルのクイズは一旦締め切りみたいな感じ、そろそろ締め切りという感じにしたいと思います。まあ、まだ今作ってる最中だからとかですね、応募条件に合致しないような送り方をしてしまったとかで、再度お送りいただくのはもう全く問題ございませんが、しかし、とりあえず、まあ、これ以上たくさんお送りいただくと、ちょっと継続することがだんだん、もう大量にクイズばっかりやるということになるかもしれませんので、とりあえず一旦ここまでで、募集はですね、ある程度ぼちぼち終わりと、もうこの動画以降一切受け付けませんので、そんなことはありませんからね、ということでよろしくお願いいたします。ではどうもありがとうございました。